かりました。いやー、ほんま懐かしいなこれ。本当に明彦君全然変わっとらんよね。そうですか。うん、そのまんまや。昔から老け顔やったもんな。ひどいですね。ねえ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 、私はそれでしょ。一瞬合ってない、合ってない。みんな遅くなってごめん。よかった、来てくれたんやね。だって久しぶりにみんなで集まるって聞いたけん、みんな元気やった？失礼ですがどちら様でしょうか。かずえちゃんよ。あの三好和恵、おばさんになったけんね。私は14歳の冬、香川県の中学校に転校してきた。なかなかクラスに馴染めなかった私が最初に友達になった4人は、うどん屋の看板娘横倉奈美ちゃん、クラス1の優等生多田明彦くん、柔道部の山下武雄君、派手な頭の大西哲也君。ロック。あれから30年やもんね。変わりますよね。でもわからんとかってちょっとショック。ごめんごめん、悪い悪い。じゃあ乾杯しよっか。すんません、ビールください。中学校の同級生だった私たちは久しぶりに再会した。これは14歳の私たちが体験した不思議な思い出のお話。乾杯。うまい。さあ食べよう。食べようか。何から食べようか。これからにしようか。はあ、懐かしいこの写真。そういえばこの時うどん先生にすっごく怒られたわよね。ああ、うどん先生な。これ私が初めてみんなと喋れた時や。初めて話せた？ほら、私転校生やったやん。私しばらく誰とも喋れんかって。あの頃の私ってすっごい内気で人見知りで、だけどなかなか友達もできんくって、まあ今では考えられんけどね。やけどそんな私変えてくれたんがうどん先生やったん。ハハハハハ転校初日か。そりゃあ緊張するよな。しかし心配はまったく無用。すぐみんなと仲良くなれちゃうからな。うどん先生こと宇戸義治先生は私の転校先のクラス担任で、何にも遠慮することはない。ドーンといけ、ドーンと、ドーンドーン、うっとー。いつも面打ち棒を持っているちょっと変わった先生やった。ほら、ここが教室やで。ん？なんだ三好、まだ緊張しょんか。そういう時はな、手のひらに3回うどんうどんうどんって漢字で書いて飲み込んだれんや。うどん漢字で。はーい、おはよう。起立。気をつけて。はい、おはよう。はい、今日はね、みんなに新しい友達、クラスメートを紹介します。転校生？転校生。びっくりしたぞ、おい。三好、おいで。はい、新しい友達の三好和恵さんです。じゃあ三好、みんなに自己紹介してみっか。私は前の学校でもあまり友達ができなかった。それは私が内気で人見知りなせいだけではなく。どうした三好。あ、すいません。おいった。なんや、そんなに自己紹介したくないんか。じゃあいいや。ほら、田中の横の空いてる席行って。いいよ。みんな三好さんね、よろしくね。はーい、じゃあ授業始めるよ。1時間目はうどん。違う、国語。教科書開いて。三好さん、すっげえな。なんか武道とかやっちょ。俺柔道部なんやけど。どうしたどうしたおい、どうしたどうした竹雄、男の人が苦手。はい、それで触れると思わず手が出ちゃうんだ。私小さい頃から少林寺を習ってて。そう、大丈夫。女の子とは仲良くできるんでしょ。だけどこの学校でうまくやっていく自信はすっかりなくしていた。三好さん、一緒にやらん？もう一回する。次は私が1位。確かに和恵ちゃんってなかなか打ち解けなかったような気がするわ。あの頃の私ってどうせ自分は変われるわけないって最初から友達作るん諦めとったんよね。みんなと仲良くなるきっかけを作ってくれたんがうどん先生やった。うどんが？そう、うどん先生。やけど、なんでうどん先生が？こうして久しぶりに再会した私たちは思い出していった。14歳、不安や悩みばっかりだったあの頃。うどん先生がくれた小さなきっかけのおかげで大きく変わった私たちのことを。